皆様、はじめまして。第22回今夜祭り実行委員会実行委員長の那須和樹です。まずはじめに、第22回今夜祭り開催にあたりまして、さまざまな形でご支援ご協力いただいたすべての方々にお礼申し上げます。恋屋祭りのこの感動を届けるために実行委員一同尽力してまいりました。開催ができるかどうかわからない状況の中、私たちが頑張り続けることができたのは、恋屋祭りを楽しみにしてくださっている方々のおかげでした。時には自分たちが何のために頑張っているのかわからなくなる時もありました。それでも自分たちが頑張っていることがチームの皆様の希望となり、日々の練習を頑張る理由となると信じ、何より恋屋祭りを楽しみにしてくださっている全ての人たちに感動を届けたいと思い、今日まで頑張ってまいりました。改めて恋屋祭りをこれまでつないでくださった先輩方、苦しい中チームを守り恋屋祭りに参加してくださった踊り子の皆様、恋屋祭りを楽しみにしてくださった全ての方々に心より感謝申し上げます。そして今日この日まで一緒に頑張ってくれた恋屋祭り実行委員会のみんなには本当に感謝の気持ちしかありません。恋屋祭り実行委員会実行委員長としての半年間、本当に多くの方々への感謝の気持ちでいっぱいです。今日この日を迎えられたことに感謝し、恋屋祭りはこれからも多くの人に愛されるお祭りを目指します。本当に皆様ありがとうございました。第22回恋屋祭り実行委員会実行委員長那須和樹、今はまだ我慢することも多く、新型コロナウイルスの影響で規制も多くありますが、またみんなで一緒に踊れるその日まで、私たちは恋屋祭りをつなぎます。願いを込めて踊っていただきます。